翌日、俺と和樹の兄貴はみんなを見送る。どうか無事で帰ってきてください。祝杯用意して待ってますよ。でも、もしかしたらこの背中を見るのは最後になるんじゃねえか。いや、あの人たちに限ってそんなことはない。いつものように平然とした顔で帰ってくるに決まってる。やるな、お前。天王寺組舐めとんのか、ゲスどもが。全員魚の餌じゃ。ガオスリルス。うわっ、おいお電気つけ。うわっ、お前ら目に頼りすぎや。耳あらへんのか。汚い金で雇われてるんや。お前らも同罪やろ。一体はケバブちゃうねんからどんだけ気んねん。終わりってのは意外とあっけないもんや。